はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、メイク動画になっているんですが、こんな感じでちょっとクールトーンな血色感をそこまで与えないような感じのメイクをやってみました。最近私こういったメイクちょっとハマっていまして、まあ、黒髪にしたっていうのもあるかなと思うんですけど、ちょっとなんか冷たい感じっていうかのメイクもすごくハマっているので、今日はもうそういったメイクのチュートリアルを撮ってみました。そしてなんと今回ですね、スポアさんにコスメをたくさんご提供していただきました。なので今回スポアのコスメをねたくさん使っているんですけど、いろいろと紹介もしていきながらメイクしていったので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、それではメイクをしていきたいと思います。ではまず下地からやっていくんですけど、下地はこちらエスポアのウォータースプラッシュシカトアップサンクリーム SPF50+PA4+ こちらの下地を使っていきます。これは日焼け止めではあるんですけど、下地としても全然使えるものなので、今日はこのクリームをね使っていきます。これは本当に伸びもいいですし、すごくトーンアップをしてくれるんですよ。もうすでにわかるかなと思うんですけど、本当に肌に透明感を与えてくれて、すごくトーンアップするので、今回はファンデーションもこの後していくんですけど、今日はそんなにしっかりメイクしたいとかっていう日じゃなければ、全然これ1個でも大丈夫かなというぐらい、結構仕上がりの肌を綺麗に見せてくれます。ちょっとこれだけだと顔と首のね色の差が気になるんで、私は首にもこんな感じで塗っていきます。ここで色のバランスを整えていきます。続いてファンデーションをしていくんですけど、今回使うのはじゃじゃん、こちらのエスパーの B グローブリュームクッション SPF42PA3+ こちらのクッションファンデを使っていきたいと思います。このクッションファンデ全部で8色あるんですけど、私は23番を使っています。ちなみにこのクッションファンデは新しく出たクッションファンデなんですけど、韓国のオリンブヤングあるじゃないですか、そこで先行発売をしたらしいんですよ、このファンデを。そしたらもうすごい反響だったらしくて、とても人気だったらしいんですけど、中はこんな感じになっててパフもついているんですが、このパフもねすごい気持ちいいんだよね。これを取ってちょっとここの蓋のところで押さえてからつけていきます。でこのクッションファンデのなんか特徴というかが、その韓国 K ビューティーで今水分光彩っていうのがトレンドになっているらしくて、光のトレンドっていうのに着目して新しく出たクッションファンデで、顔の光を受ける部分は立体的に見せてくれるんだけど、逆に光が当たらない部分は深みを持たせてくれることで、光の当たり方とか角度によってボリューム感のある輝きっていうのを表現してくれるっていうファンデーションなんですけど、やっぱりファンデーションってさ、肌の色ムラだったりとかも均等にして肌をこう綺麗に見せてはくれるんだけど、やっぱ凹凸感がちょっとなくなって見えちゃうとか、後でコントワーしていくにしても全体的にこうのぺっとした印象になっちゃうとか、私個人的にはやっぱそういう悩みもちょっとあったりとかするんですけど、このファンデはそういう光にね着目したファンデだから、やっぱりどの角度から見ても結構しっかりとボリュームを持たせてくれて、立体感が普通のファンデに比べるとやっぱり出やすいかなっていう風に思うので、個人的にはそこがね気に入りました。しっかりと肌は綺麗に見せてくれるんだけど、厚塗り感もそこまで感じさせないというか、割とナチュラルな感じでもあるし、あとこのファンデのいいところがオイルの酸化を防いでくれるので、長時間化粧崩れがそこまで気にならないっていうところも結構私の好きなポイントです。仕上がりはこんな感じなんですけど、綺麗ですよね。仕上がりも毛穴もしっかりと埋めてくれる感じもあるし、でもなんかやりすぎ感もなくて、私は結構好きな仕上がりのファンデです。では続いてアイメイクに移っていきたいと思うんですけど、今回ね使っていきたいアイシャドウがエスポアのアイコアパレットというパレットを使っていきたいと思います。これもね新しく出たアイシャドウパレットなんですけど、全部でこう4種類のねカラーのパレットがあるんですけど、まず1個目がこんな感じでコーラル系のピンクだったりとかが特徴的かなと思うんですが、全体的にちょっと柔らかい感じのポッシュコーラルっていうカラーと、赤みのある温かみのあるような感じの深みが出そうヴィンテージミュートっていうカラーと、これもピンク系ではあるんですけど、さっきのピンクよりもちょっと冷たいような印象のあるサベージモーブっていうカラーと、カシスっぽいような深みのあるギークグレイっていうカラーがあるんですけど、全部本当に可愛い色だし、いろんなカラーが揃ってるのでいろんなメイクができると思うんですが、今日はまあちょっとそこまで血色感を与えないようなクール系なメイクということで、このサベージモーブっていうカラーをね使っていこうかなっていうふうに思っております。結構まあピンク
系の色味だったりとかも多いんですが、ポイントになりそうな紫だったり、グレーっぽいシルバーっぽいラメのアイシャドウだったり、いろんなカラーもあるし、テクスチャーも結構いろいろと揃っていて、3種類ぐらいに大まかに分かれているんですが、まず目元にすごく密着するようにハイパーマグネット技術っていうのが使われているマット系、ここら辺のマット系のカラーだったりとか、ちょっとキラッとする感じのシマー系のカラーだったり、あとこのキラッとしたワセリン光タイプと呼ばれているグリッターがあったりとかして、ハイエンドなテクスチャーの構成になっているので、塗る場所だったりカラーだったり質感だったりをちょっと組み合わせて使うのがとっても楽しいようなパレットになってます。ではまずはこのカラーを塗っていこうかなと思います。ローズブラウンみたいな感じで、ややピンク味のある感じのカラーなんですけど、アイホール全体に塗っていっちゃいます。私はもう結構手で塗っちゃうことも多いですね。こういうなんかアイホール全体に塗っていきたいカラーとかは、このカラーはねマットなカラーで、そのさっき言ってたハイパーマグネット技術っていうのが使われているので、本当に密着力がねすごいんですよ。粉飛びとかも全然気にならないし、すごい綺麗に密着して発色してくれます。ややピンク味赤みはあるんですけど、基本的にはそんなにこう明るい感じではなく、ちょっとくすんだようなカラーなので、今回のメイクにもねぴったりなカラーかなと思います。そしたら続いて、まあ、ちょっと今日はクールめなメイクということで、もう思い切ってここのシルバーのカラーをね今回使っていこうと思います。今ベースとしてアイシャドウ入れたと思うんですが、そこに重ねるような感じで結構大胆にグリッターをのせていきます。パレット上で見るとちょっとなんか黒っぽいというかダークな感じの印象があると思うんですが、乗せてみると意外と透け感があるというか、グリッターという感じでキラッとした感じを出してくれるので、意外とねここのカラーも使いやすいです。なんかベースにちょっと色のあるカラーを持ってきてあげて重ねるだけで結構ほんとおしゃれな感じに見えるので、私このアイシャドウはほんと好きですね。続いてちょっと締めていきたいなというふうに思うので、この右下の濃いブラウンのカラーをこういった筆に取りまして、目尻の方に重ねていきます。目尻にかけて少し絞るような形で入れていきます。パレット上で見るとねちょっと濃いような印象もあるかなと思うんですが、意外と馴染みのいいカラーで割と大胆につけていっちゃっても大丈夫かなと思います。今と同じカラーをこういった斜めカットの細めの筆に取りまして、下まぶたのこの三角ゾーンに入れていきます。目尻の方を少し太くするようなイメージで入れていきます。目頭の方の粘膜あたりっていうんですかね、ここにもちょっと同じカラーを加えていきます。少し深みのある目元にしたいので、ということでこんな感じで下まぶたにもアイシャドウを塗れたんですが、少し抜け感を作っていきたいなというふうに思うので、右上のカラーですね、明るめのちょっとピンクっぽい感じのキラッとしたアイシャドウがあるんですが、こういう感じの細めのブラシに取りまして、この目頭のところここに入れていきます。くの字を描くようなイメージかな、ハイライト的な感じで入れていきます。ここにちょっとツヤっとしたカラーだったりとか、明るめのハイライト系のカラーを入れるとすごいアイメイクも綺麗に見えるし、魅力的な目元になる気がするので、私は普段のメイクでもここに明るめのカラーのせたりします。アイラインを引いていきたいんですけど、目頭の粘膜あたり、ここに少しアイラインを仕込んでいきます。目尻の方はいつも通りな感じで、ちょっと跳ね上げ気味なラインを描いていきます。ではビューラーをしていきたいと思います。今回はそんなにこうバッチリとした目元っていうよりは、少しこうセクシーな感じというか、気だるさというかがあっても可愛いかなと思うので、まつげはそんなにこうガンガンに上げるっていうよりは、目尻の方とかは特に流し目な感じにしたいので、挟み込みすぎずにビューラーをしていきます。マスカラを塗っていきます。マスカラはちなみにブラックのボリュームタイプを使ってます。マスカラ塗る時もこう上上っていうよりは流し目を作る感じで、目尻側に向かって流れるようなイメージで塗っていくといいかなと思います。下まつげも塗っていくんですけど、そんなにこうなんかバッチバチに塗るっていうよりは本当に軽めに塗っていきます。続いて眉毛をやっていこうと思うんですけど、実はこのパレットを眉毛にも使えるんですよ。なのでこのパレットで今回やっていこうかなと思うんですが、私今眉毛ちょっと明るいので、ここのカラーを使っていこうかなと思います。斜めカットの細めのブラシにとって
て、まずは目尻から付け足すようなイメージで描いていきます。いいですよね、やっぱ同じパレットでこうアイブロウまでメイクができるってなると色合いの統一感だったりとか作りやすいので、すごい一気にメイクが上手に見えたりとかおしゃれな雰囲気になるかなと思うので、ここもすごい嬉しいなって思います。アイブロウマスカラをねしていきたいんですけど、アイブロウマスカラもエスパーのものを使っていきます。こういう感じの結構明るめなカラーのマスカラで色味を整えてなじませていきます。そしたらコントアをしていきます。今回はちょっとコントアは気持ちいつもよりも濃いめぐらいでやってあげてもメイクとのバランスは可愛いかなと思います。より立体感を出すためにちょっとマット系のハイライトカラーで光の当たってほしい部分をさらに上から重ねていきます。今回まあ血色感を与えないメイクっていうことではあるんですが、少しチークをしていっても可愛いかなっていうふうに思うので、エスポワのトーンペアリングチーク、ちょっと紫っぽいような感じのカラーのチークを使っていくんですけど、そこまでがっつりチークしたいってわけではないので3つぐらいに分かれてると思うんですが、この一番左の結構明るめのカラーですね、これをふんわりと重ねていきます。本当にチークはまあやったかやってないか分からないぐらいでも大丈夫です。気持ちっていう感じでハイライトを入れていくんですが、エスポワのトーンペアリングハイライターシーシェルっていうカラーを使っていきます。こんな感じでちょっと指に取ってあげて、やっぱこの鼻のてっぺんのあたりはピカッとしてると可愛いのでここにのせるのと、あとはこの目と目の間の鼻筋のところにのせていきます。頬の高い位置ですね、ここにも入れていきます。このハイライトもね、本当に輝き方がめちゃくちゃ綺麗で、光が綺麗に当たる感じで可愛いです。これめっちゃおすすめ。そしたらあとはリップで完成なんですけど、リップを塗る前にリップライナーを使いたいので、エスパーのプランピングオーバーリップペンシルクーリングボリュームを使っていきます。これはこういう感じのピンクっぽい感じのカラーなんですけど、リップライナーはリップのねこのラインを整えるって意味でも使えますが、やっぱりリップライナーしてからの方がリップの持ちが良くなる気がするので、先にこのリップライナーで仕込んでおきます。では最後リップを塗っていきたいんですけれども、リップももちろんエスパーのリップを使っていこうと思うんですが、じゃじゃん、今回はこちらのリップを使っていきたいと思います。ノーウェアリップスティックバーミンググローっていうリップなんですけど、アキエイベさんに似合うソフトな粘膜カラーっていうのがこの3色ね追加されたんですけど、まず1つ目がよく熟れた牡蠣の果肉っぽい感じのパーシモンっていうカラーと、桃のちょっとベージュっぽい果肉をイメージされたピーチライズっていうカラーと、冷やされたブドウの果肉をイメージされたグレイピーカラーっていう、この3色がね追加されました。私ちょっと今回は一番ヌードなピーチライズというカラーを使っていこうと思います。このリップは本当になんかスラスラと塗れるんですけど、しっかり色もついてくれるし、ちょっとこうツヤっぽく潤い感のあるような仕上がりにはなるんですが、結構色持ちもよくって、私はこのリップすごく気に入りました。パッケージもめっちゃ可愛いですよね、このグラデーションな感じが。はい、ということでこんな感じでメイクが完成いたしました。ちょっと髪の毛もやっていきたいと思います。はい、ということでこんな感じで完成ルックでございます。どうでしょうか、オープニングでも言ってたんですが、本当に最近こういうメイクにハマっていて、私ここずっと割と日焼けチークガンガンこう血色感与えていくような日焼けチークのメイクだったりとかを結構長い間やっていたというか、今とは本当に正反対なメイクをよくやっていたんですけど、その反動でなのか今はこういうちょっと落ち着いたメイクっていうのもタイプで最近はやることが多くて、もちろん日焼けメイクもやったりとかするんですけど、意外と夏にこういうね色味をあんまり与えないような感じのメイクするのもなんかいいなと思って最近ハマってます。今回もエスポワさんにたくさんコスメご提供いただいたので、たくさん使っていきながらメイクをしていったんですが、今ちょうど目変わりのシーズンなので、今回私が使っていた紹介したエスポワのコスメも9点で今お得にゲットできるし、今回使ったコスメだけじゃなくって他にもいろんなコスメがたくさんあるので、ぜひ気になった方は概要欄にも詳細載せておくのでチェックしてみてください。ぜひこのメイクも参考にしていただけたら嬉しいなと思います。
はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。